井さん。泉か。だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。おじさん。太一。バカ野郎。帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、お前ら大きくなったな。何年ぶりだみんな。おじさん、本当に大きくなりやがって。おじさん変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか。何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん？そうだよ、そういう話だったよな。うん。そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい。ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは、3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんではるか姉ちゃんが出ていかなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。はるかお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。何それ、どういうこと？今三尾が通っている学校から野球推薦の話があった時、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも、はるかのせいでもね。全部、俺のせいだ。おじさん。だから俺が、必ずはるかを探し出して、この家に連れて帰る。あやこお姉ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。はるかの件は、あやこが悪いんじゃない。だから、あやこを責めないでやってくれ。あやこも今まで言い出せなくて、きっと辛かったはずだ。それは、わかってるけど。でも、
家族には本当のことを言ってほしかったの。おじさん、俺どうしたらいい？はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でも、はるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の試合を応援に行くさ。その時はいいところを見せてくれ。わかったよ。あ、おじさん。豆も昼飯の時間か。相変わらず元気そうだな、豆。うん、豆まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし。はるかお姉ちゃん、今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。きっとカムロ町にいるはずだ。そうだといいけど。はるか姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、はるか姉ちゃん何でも気にすぎなんだよ。おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たちはるか姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。ああ、ちゃんと話すから心配するな。あのさ、おじさんがはるか姉ちゃんと最後に会ったのいつ？3年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたらその時からはるかは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。でも早くはるか姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に捕まってるかもしれない。ああ、必ず探し出してここに連れて帰る。あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。 SNS とか全然やってないみたい。そうか。調べてくれてありがとうな。はるかについてはとりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみようと思う。もしかしたら何かはるかに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。はるかお姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの、おじさん？そうだな、まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ、秋山って男だ。大阪やカムロ町ではるかの助けになってくれていた。あいつなら何かはるかに聞いているかもしれない。すぐに電話で連絡を取ってみよう。そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん。晩飯の準備か。何か手伝えることはないか？ううん、いいの。これくらい一人でできるから。それにいつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。あのね、おじさん、おじさんが
はるかお姉ちゃんを見つけたとしても、はるかお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかはまだわからないよね。そんなことはない。ちゃんと会って話せば戻ってくるさ。だから心配するな。うん。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあ、また私たちを残して出ていくってこと？じゃあ、行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。みつお、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、イズミ、アヤコ、今度はそう長くは待たせねえ。俺もハルカも必ずここに帰ってくる。そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。またこの町に帰ってきちまったか。おい、ちょっとそこのお前。やっぱり桐生か。伊達さん。なんだよお前、いつ無所から出てきた？まあ、ついこの間だ。たく、お前が出所する日は何度も問い合わせたんだがな、誰からも連絡が来やしねえ。まあ、でもよかったぜ、偶然でもこうやって会えたんだ。え？少し老けたか？まっとうに年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな。長かったな、桐生。よく頑張ったよ、お前は。しかし、無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。へえ、そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東城会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今、中国マフィアと東城会とでドンパチの真っ最中でな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年カムロ町で大火事があったことは知ってるか？ああ、無所で聞いた。
その火事が東条会の神室町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋会って中国マフィアが入り込んだんだ。でそいつらと東条会の抗争が始まって、片桐にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな、東条会上層部に抗争の責任を押し付けるようにして、真島と堂島大吾を逮捕した。何？知らなかったのか。半年か、もう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東条会を動かしているのは本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか？面識はねえが、確か二代目時代からの古参のはずだ。ああ、間違いない。その菅井だ。そうか。いや、お前はもう東条会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。遥はどうしてる？っていうかお前、なんで神室町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山に遥の居場所を聞きたいと思ってる。遥の居場所？遥は沖縄から姿を消したんだ。もう随分前からな。え、なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山なら遥のこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。はあ、実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社閉めたぞ。ん？スカイファイナンスか。しばらく休業してる。多分まだ神室町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何？すまんが、そろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしよう。ああ、分かった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。分かった、気をつけるよ。ありがとな、伊達さん。おう。いや、またな。もしかして桐生さん？久しぶりだな、ママ。もうびっくりさせないでよ、本当に突然なんだから。悪かったな。ってことは出所されたのね。じゃあみんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだママ、ちょっと挨拶に寄っただけだ。あら、そうなの？それより伊達さんと店の前で会った。この街も随分物騒になったようだな。そうなの。ここ最近いろんなとこで殺人事件が起きて、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。桐生さんも気をつけてね。ああ、そうだ、ママに聞きたいことがあるんだが。何かしら？秋山の居場所を知らないか？ああ、秋山さんね。ごめんなさい、私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね、その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥を見かけなかったか？え、遥ちゃん？遥ちゃんがどうかしたの？
ずいぶん前の話だが、ハルカが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのはハルカを探すためなんだ。そうなの。それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。ハルカちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あとこのお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。それじゃ。おい、そこのおっさん。お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。すいません、まだ準備中で。あれ、もしかして桐生さん。久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです。桐生さん、一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと、何ですか？スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ、マスター。ここ最近秋山を見かけなかったか？そういえば秋山さん、最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、分かった。ありがとう。はるかをこの辺りで見かけなかったか？あれ、はるかちゃんですか？ご一緒じゃないんですか？ああ、ちょっと訳があってな。今はるかがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながら分かりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのは分かるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは？ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまでご信用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方東上界の言い分は聞かなくても分かっています。
我々マフィアにアジア海で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ。その代わり、今度こそアジア海はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア外以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。中国人が二人もやりやがって、殺してやる。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了。咱们走吧。間違いねえ。ありゃ四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。
なんだ。この先は立ち入り禁止だ。消えろ。何を突っ立ってる。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。僕に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を溜めてる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来嘛。我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか、なんとなくわかるぜ。あ、おい、日本人か、あんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。别手下留情，把他给我杀了！去！教练！名はほどいてくれよ、早く。命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東条会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みたいな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気だってるな。狙われてんのは東条会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った。ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか。知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東条会の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか。いや、そうは言わねえけど。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん秋山のこと探してんのか。ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ。こっちは命救われてんだから。
俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は桐生だ。ほう、桐生さんね。わかった、じゃあまたな。桐生カズマ。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた秋山さんの何？古いダチだ。あんた秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、桐生って、もしかして桐生一馬？そうだ。おお、本当か？いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースになってたよな、3、4年くらい前。ああ。秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか。あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所、知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ？そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん？それだけか？それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。わかった。ちょっと待ってろ。買ってきたぞ。ほら、弁当だ。すまないな。ああ、腹減った。食った食った。久しぶりのごちそうだった。それじゃあ約束だ。秋山さんの居場所を教える。確か、このすぐ近くと言っていたな。ああ、すぐ近くだよ。この下に降りてみな。なるほど、こういうことか。秋山はこの下にいるんだな。行ってみりゃ分かるよ。秋山か。うん。あれ、桐生さん。久しぶりだな。いや、まあその、あ、どうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな、今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。
商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもんで。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。桐生さんもようやく出所されたんですね。しかし何でまた神室町に？お前に会いに来たんだ。お前なら遥が今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。遥ちゃんは？え、朝顔に戻ってるんじゃないんですか？そうか。お前にも遥の行き先はわからないか。すみません、キリュウさん。せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ。お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします？もう少し神室町で遥を知ってる人間がいないか聞き回ってみる。俺も自由が聞けば手伝いたいんですけど。いや、無理すんな。あいつら一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで俺を探してます。エド、文句言うわけじゃないんですけど、キリュウさん、つけられましたね。あ、目そろした。今日神室町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なのか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつです。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言うんです。秋山さんのお連れの方。なるほど、雑魚じゃ相手にならないわけ。お前、桐生一馬だね。東条会元四代目会長、二つ名は堂島の D。 日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。桐生さん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな。朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を選べないものだ。二人とも共に死ぬのがいい。連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。よく言うよ。そこに倒れてる四人はあんたのお仲間だろう。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。
正直俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ、それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別な奴だと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。いやー、やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな、秋山。せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。構わないですよ。ちょうど寝るのに飽きてたとこです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。伊達さんからだ。ケリュー、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか。二人とも今すぐ東都病院に来られるか。うん。悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、遥がカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ？遥カムロ町にいたのか。え？とにかく話は病院でいいな。ああ、ちょっと桐生さん。初乗り料金730円になります。かしこまりました。それでは出発いたします。伊達さん。すみません、患者さんですか？え、でしたらご遠慮ください。衛生的に問題がありますので。こいつは警察の後輩で本庄だ。俺に遥の事故を知らせてくれたのがこいつでな。本庄だ。あんたのことは伊達さんからよく聞いている。遥、どういう状況だ？ICU にいる。とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて、今もそのまま逃げている。ひき逃げ。大丈夫か、キリュウ？いや、今は何も考えられねえ。だろうな。けどこの話にはまだ続きがある。何だと？来てくれ。お前に見せたいものがある。あれだ。うん。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見た遥が、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。何？